ジレットハフリーズだったらそれは嘘って書いてある。誰じゃんこれ。分かってんなマジで。ワンピー側、愛生古事記姫アルク、ツーピー側どっちこれ。これは亀さん、小松さん、小松メーカー。さあ姫アルク、さあ攻めていくな姫アルク、愛生古事記。さあ知らんそんなコンボ。さあここから中盤、それは知ってる俺。コモミスってけろ。オッケー。さあ小松さん連れて。さあアイスで釣れました。ちげえアイス小じきだよなこれ。さあ1本だったらアイス小じき。さあ小松がビーム牽制していくけども、当たる浮遊してスクランに当たる、拾わず動かない。相手を見る剣、完全に剣。さあ西、さあ、背中から出てるよ、大丈夫大丈夫大丈夫。さあ小松暴れるだけどミス。さあこっから、さあ EX サムで掴んでいく、ディマックス EX ミサイル。さあシールドカウンターからの西。さあこのバババっていうのがね。さあ EX 超暴発して、ゲージ吐くけども、中段当てて。さあ、さすがにミスんない。3000近く。ディスから2回。さあ、バックステップ1回刻んだけども、波当たっちゃって。さあ、体力5分。さあ、姫が、始まり押す。さあ、ビームスがったところ、西刺さって。勝ったのは、アイス小じき。見事だ、そのよう。あ、ちょっと焦りたい小松。メカメカだからな。あ、確かに色的に。さあワンティガーゲインリアルク、ツーティガーはカメメカ。さあカメメカ中段当たってしまって、さあ大変。さあゲンリゴシガジ解放。さあアークドライバー出さない、様子見、様子見じゃない、ビービーム出しビー。さあゲージなくなっちゃったけども、さあ下がってきたい。さあ原理は端に逃げられず、敷が潰して、もう一回ちょっと逃げる亀。さあ芸者もさせない、押して、さあ原理暴れる 2B から。さあ原理押す中央。さあ早い展開だったけども、ここはからほら拒否る。そしてアクダイブ、なんか 3C 出てて、スクランスクラン。さあコンボ決まっちゃって、ここは見せない。さあ1本目は仮面。さあジャンプ B、 あジャンプ B じゃねえや、タチ B。 さあ A 勝利から、さあゲニコンボ見せるけども、状況そんな変わらず。さあ仮面うまく逃げるけど、さあスクラン相当良くなってる。あ、昔からだ。さあ B ビーム、さあジャンプオートがうまくいってて、なんか暴発しちゃって、さあ減った減ったわ。さあ一本取り返したら原理を知ると思ってなかった。さあ受け身狩りをしない。さあ受け身狩りは空を切る。さあ V モンキースクラン、中段はガードガード。さあ空中から確認して 2B 出しから、さあここは要するにバックステップ。さあ様子見たけど、みんなこれ関係ない。
コパン長い。さあ原理が動く動く降りてこない。じれったいマジでこいつ。さあ手に5割切って、さあ壁更新の暴れ、さあ更新のハイジャンプ、どっちが更新わからん。さあスクエアブレーだった、遅れた立ち見で拾い直す。さあミサイル、さあここでハード当たっちゃって勝ったのはアイスチーム、アイスコジキとアイスで釣れました。そっか、あ行くのか早いな。あじゃあちょっとアセ君と原理連戦で申し訳ない。アセ原理はい手前が、え、じゃあ奥はするこれシグラだな。あ、じゃあ上にそうする。シグラ手前は。何言ってんだ俺。で、C 筐体で、アイスコジキアイス釣れましたチームと、白米、これ国産？はい。白米さんのところ。あれ、いらっしゃいません？はい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 。アセ原理と。あ、いるやん。C 筐体でお話しします。あ、結構教えてもらいました、さっきの。あ、あざすあざすで、今試合してるのが A 筐体。あ、ここか、さあ、出てるの 1P 側コーキー、まず1本スーピー側は響きなのや。さあ8点当たるけどもう安い。さあコーキーもともと7扱い、7扱い知ってる。さあ響きなのや固めてビアって、カウンター惜しいけども、さあでももっと惜しい展開だった。さあ響きなのや新世界から空投げ、ここはさあ、行き去って、西へ8戦から。さあ、急降回。さあ、解放避けたけども、避け見てから解放。さあ、後期は上回る。さあ、クレグ。さあ、こっから端。さあ、響き7や、いい5番。さあ、後期ちょっと、うまく下取れないか。だが、画面端の、コンボ。ここは奥ね、避けから解放。さあ響きラメはうまく拒否っていく、エソリックカウンター 2B 左から、さあタッチワン、さあダメタッシーに赤い折り切り返す、タッシーくんだ、この距離は届く、まだ死なず。さあリガソリ B、さあ響きなめは押していきたい派でしょ。さあ響きで届くめです、うん、大丈夫よ。さあ一本取り返す響きなめは。さあソニックカウンターして美味しい感じ、 B ソニックからのこれは距離リバーサシールド。さあリバーサシールドから2800、出た勝ち、ジェニフ発。さあ勝利を読んで、さあラッキー、さあ2射届かない距離、さあソニック強い、あの展開ソニックはずるい。さあ響けたのはシールドからうまくダメージ持っていく、解放当たらず。さあハイジャンプで攻めていく響きなのや、だがここ一発当たればアンチだったけど、さあジャンプシー当たって勝ったのは響きなのや、うん、教えてじゃないか、ただなんかいろいろ、さあ動画台、1P 側がマサシワルク、2P 側がサピオキルワ、
さあまさしうまく固めてジャンプからリクエスト読んで中央のコンボ、さあイカリング締め、さあ2段中段、ここは当たってしまう。さあ1本取るわまさしワルク、さあまさし固めていく、さあ逃げられず、さあもう1回立ち立ちやっていく中段当たってデカイカリング押して最終はスカス、スカスじゃねえスカッタ、さあジャンプ C からこの決めていくのはさあピオキロワ、さあダウンチからなんか出しに見えちゃって、さあ急いでヒート、さあジャンプ C、さあいいコンボ、さあワンゲージ入って三指示目イカリングから中段当たって勝ったのはマスターシュワルク、で次出てくるのがマスターシュワルクと響きなのや、逃げるな。さあワンピー側がマスターシュワルク、ツーピー側は響きなのや、さあカラーを変えてきた、さあジャンプシーカンだ、さあすさまじい空中戦、さあ早い、すげえ反応だけどもジャンピーから、さあバレていいだけどカウンターでこんなうまくつながらず、さあ動きがめっちゃスピーディーついていけん、さあ空を切る、さあ、エクセカリングから、さあ、強引に持ってった。ちょ、当たるぞ、2B から。さあ、マサシャルク、なんか冷静、普通に冷静。さあ、A 昇竜。さあ、うまくするけど2700。さあ、イカリングで指導でこれはいいダメージ。さあ、ちょいダメ。形がするけど、コパンで相打ち。展開いいのは、金なのや、急降が、2B から。新水月のジャンピコモ。さあ、イカリングで拒否で。ここは、リバシート。さあ、解放処理。完全テンション上がってきた、響くなのや。さあ、テンション上がってくる。あ、テンション。ウォーシャッキー勝ち。上がりの、B 巨体発揮の、これやりましたじゃあ B 兄弟なんで B 兄弟の呼び出し、オブスさん、つくもんさんで、あとスコッティさん、エルモンさんで、オブスさんでしょで、スコッティさん、お、危ねエルモンさんいらっしゃいます、はい、大丈夫ですか、はい、じゃあじゃんけんしてもらって、さあマサシ勝ち、いいよねスートピってなんか結構来るもん俺の中で、さあじゃあじゃんけんして、C 兄弟、じゃあ一番手前側 C 兄弟手前側でお願いします、で動画台やってるのはこれはターさん、さあターさんと 2P 側出てきたのはアンバーネロ、さあアンバーネロ達したためから、さあ足にうまくヘビに刺していく、
さあ、ターレン固める。ちょい出して、さあ、距離離しての鏡、もう一回鏡、さあ、固めていく。さあ、暴れつぶして一本取ったのはターレン。さあ、両者相打ち。ジャンビうまいか、ジャンビシ当たらず。さあ、上りジャンプシー当たってくるも、命拾い。さあ、鏡発動。さあ、すごいところに鏡がある。シェイドカウンター。さあ、ここでバウンド。さあ、いいダメージ4000やってく。さあ、いろいろ設置していく。さあ、負けじとアンバーも設置。動物出していくけども、レンの方が展開早い。さあ固めていく、画面は DX からしたら B しか戻ってきて、出していた目割れて、さあ安く済んだ。さあ鏡がじわりじわり攻めてくる。さあここで鏡設置、さあすごいことになってきた。さあ解放は当たらず、勝ったのはターレン。え、これどっちだ、いいのか。ワンピー側が、サムシール、ツーピー側はジョバイルシール。さあコンボ決めてるのはジョバイルシール。暴れて、さあサムシールのコンボ、ポッケン投げていく。さあダッシュからワンツースリー当たらず。さあジョバイルシェール、うまくダッシュしていく。さあ様子見て、様子見てバックステップ。さあダッシュはダッシュまで潰す。さあダッシュはジャブ、さあダッシュはジャブ、コンボもジャブ。まず1本はさあジャブシールじゃなくてジョバイルシール。さあ起きてね、エッチを表だけども、さあ降りるバックステップ、ジャブシール完全に。さあジョバイルがジャブる。さあダッシュできなくなっちゃった。さあサムシエル、ガメージ固めていく。さあいつジャブするか見たい。まだ打たせない。さあここでジャブ、半角にはジャブ。さあ勝ったのはジョバイルシール、はい、さあ動画台これ勝った方が抜け、ワンピー側がターレン、ツーピー側ジョバイルシール。さあ中段黒剣から、さあまだジャブんない。さあシールドミスから手痛いダメージになってしまうターレン。さあジャブで、さあ壊すから、さあジャブの後はさあジャブからかかと落とし、そして連撃必殺技で言わない俺。さあまず一本はジョーバイルシール、設置投げて鏡発動、ダッシュちょっとスカルだがいい感じで固まる。次はバウンド、ちょっと良さがない当たり方。さあ醤油浮かしてのコンボ、さあこのコンボで4500グラップ。さあ伸びしろミスって壊しの刻み、いやジャブ。さあここはB、C、B 入ろうと攻めるけども、あ、B 入ろうか。一本取り返すはターレン。さあ、優しく固めていく。さあ、黒剣避けていく。さあ、グラップがシールド漏れてしまって、さあ、ターレンこの落とすが、展開はいい。シールド使って、あと2割、
受け身がね、見せる右に漏れちゃってさあ、ジェリシーからさあ、え、勝ち、はい、ストーピー、あー、スーツあのは、トージネロスタイルは、両方クエセント、さあ、開幕、ジャンプ A カウントってネロンさん勝利拳で、ごまかして、中央レイさんのターンで解放、早めの解放、鹿からジャンプし、引っ掛けてもう一回鹿豆橋鹿出してるけど、さあここで状況を作ってもう一回鹿、なんかあれはあんまり他の人がやってるの見ないの、ジャンベでカウンター取って美味しい状況にはならない、さあジャンビーでかぶさせて、ナナやナナやなんだっけあれ、先生え8000発展賞から西8000置き攻め、バクセル返して、画面端ネロはなんとか画面端から抜けたいけど着地を取っている、ここはコンボを見せて画面端バクセル漏れて1本取るはレイナナや、はい2本目、さあ着地を取りに行ったが昇竜拳、おお解放しかカウンター戦、おいしい状況にならない、受け身を買ってダメ追い打ちゲージ回収ダッシュ、ここでさあ七谷のターン、バクシーオスミダンシーカウンターエリアルでワンコンボ、さあ入れっぱかれず、さあネロがどうにか召喚を通したいが鹿が結果的に出る、カウンターして、はいはいはい、すぐ投げ締めから様子見ヘビブローバック男子あ腰あー裏に着地する、ここはエリアル男子、さあゲージがあるレイナナヤどうする、勝利拳ダッシュ勝利拳を通していって強気、さあここは解放が通る、受け身を買って取り返す、トージネロ、さあ3ラウンドゲージ状況はレイ圧倒的有利、ここでボビーからワンコンボ、ここは空投げミスって、さあ状況はあまり良くない、強引に召喚をしてコンボ落とす、なんかコンボセンターが結構独特ですねこのネロの人、昇竜拳発展賞西あ、なんとか解放読み、さあここは七谷昇竜締め、画面端キープ、さあ状況がいい、ここは確認して空投げ殺しきる、ここで勝つはレイナナヤ、はい 1P 側スペハーフ決め、対するラクロススピードハーフレン、お互いスタイル的にはもう今は珍しいスタイルなんじゃないですかね、さあこれはどうなんですか、解説のアシェさん、ボムスボムス大丈夫っす、いけます、しかしお互いハーフムーンハーフでゴール、なるほど、さあ逃げ回る姫追っかけ追っかけるところを空投げする、ゲージ使って受け身狩り、さあコパンを通して空投げ、状況があまり良くない、様子見して、さあ逃がしてしまうクロススピード、ゲージをどうにか貯めたいが捕まらない、かぶさって姫のターン、ここは波の逆宅を強気に通す、勝利拳美味しくない、事なきを得ない一本取るスペ、さあ状況を見るに姫が結構いい感じに立ち回ってるっぽい、ここは高いダメージを通る、画面端空投げして面のターン、ここ逃がしたくない、様子見なんこれに後ろ歩きしてて、姫が可愛い、さあワンコンボして、だってついでに言ったら後ろ歩きしてたのにコパンだったよ多分さあかぶさるワンゲージ、ここでゲージが溜まる、ピックして体力回復から
相手のゲージをなくす。ハーフムーン、これ厳しい。さあ、サーキットブレイクから、姫のターンが継続する。シールド、ごまかして。さあ、あれ、なんかゲージがゼロになってない。あのゲージのシステム何なんだろう、わかんない。投げ。お？さあ、ここはバンカー漏れか。タッチパン、通す。さあ、勝負強いところを見せるクロススピード。それは届かない。入れっぱかるが、とどめはさせず。おとがめの空投げで、クロススピード11。さあ、相変わらずの姫が飛び回る。レンガをかける。ここで、投げで反撃。いや、あのナイスキャッチ感がやばい。はい、勝ったのはコウキ。さあ、実況のジェッツさんがすごいスピードで帰ってきている。本職がこっち。さあ、クロススピードが、カメハシが逃がしてしまう。さあ、捨て側前に来る、前に来る。と思いつつ、さあ、ここで、いや、バックステップ。入れっぱを買ってるのに、その追撃ができず、さあ、前に来る。ここで、バックステ読みか。さあ、これはなかなか難しい。はい、突っ込んで、ことなきを得る。さあ、半角。半角？確定して。さあ、クロススピードどう？さあ、本日3度目のハイジャンプ空投げ。投げられてるのはハイジャンプした方。さあ、ワン、ツー、スリーから、勝ったのはスペイ。すげえ。さあ、決定戦。スペ姫と、レイなのよ。C で。ウェイ。サビやってんだね。で、やっぱり、で、やってんのが B だから、ここやらず、ここで勝っても、これ A って書いてある。A だよね、これ。じゃあ、動画台で、アッキーさん、帽子さん。で、モノリストさんと、ローさん。はい、いらっしゃいます。あれ、なんで、二チームもいない。アッキーさん、帽子さん。はい。で、モノリストさんとローさん。はい。で、じゃんけんして。明日、そしたらじゃあ動画台、A 筐体奥側で。いや違う、これの順番にやってるから。じゃあ変えちゃうの？まさかの。ちょっと待ってください。ごめんなさい、ゆうさん。順番変わっちゃうけど。どっち？コミド。で、ABC 開いた。で、今動画でやってるのが、レイさんのチーム。で、レイがここや、レイさんのここやってるから、で、こうやって、こうなるじゃん。なんかどういう、さっき呼び出ししたの？まあ、順番変わっちゃうよ。無駄だらけだ。終わったらこっちだ。私なんか負けてるんですけど。楽しかったんじゃないの？ユーミー。動画で終わります。